この世界に願いのない生き物なんているかい？犬だってワン、人間になりたい、人魚だってドン、イチャつきたい、石ころだってゴロン、食えたい、人間になりたい。マルコと銀河流、まちゃーん、まちゃーん、副業はグッピーの養殖がいいよってカレンちゃんが。え、マジ？てかグッピーって何？グッピーの養殖って大変なんだって。ほんでほんで？それでね、グッピーはあれでしょ、養殖。そうそう、養殖と天然があってね。しかもさ、あれ、あなたの名前カレンだよ。カレンちゃんだ、そうだそうだ、なんで忘れてたんだろう。それはルリちゃんがまだ間に合うっつう証拠。え、まっちゃん、やっぱり治安には気をつけねえと。自分みたいなのが来れんだから、どんな奴が来てもおかしくない。何これ。ルリちゃん、銀河にはいろんな生き物がいるんで。中でもこいつは人々の生活に溶け込み、その星を喰らう。どうしたの二人とも。殺しても殺しても、人が愛を求める限り、こうやって無限に数を増やしていく。私今かっこいいこと言ってる。待ってよ、今まで一緒に過ごしてきたじゃん。そうだよ、まっちゃん。ルリちゃん、それは作られた記憶だよ。こいつらはそうやって星に忍んで、この星を侵略する。まっちゃん、ダメだよ、どうしちゃったの、おかしいよ。まっちゃん、目を閉じて。私と過ごした楽しい思い出があるでしょ。そうだよ、まっちゃん、殺しはダメだよ。まっちゃん、思い出して。君とは美味しいでしょ。なにこれ、すごく甘い。おごってもらって悪いっすな。違うかも、これがしらす大地のお水だよ。どこもかしこも透き通ってんな。やあ、日付がめくれちゃう。びっしょびしょにしちゃうぞ。早く夏休みが来ますように。浴衣似合ってるよ、まっちゃん。ねえ、写真撮ろうよ、写真写真。動きにくいんすよな、この服。はい、チーズ。ほんとだ、危なかった、殺すとこだった。そうよ、海でも遊んだし、お祭りだって楽しかったわ。おみくじでも大吉が8連続で出たじゃない。いやー、申し訳ねえ、変なこと言って。さいなら。あぶねえ、勝手に人の記憶に入ってくる。こいつは油断ならねえっすな。ルリちゃん、ルリちゃん。なにこの金曜日のゲロみたいなやつ。正気に戻ったか。なにこれ、なにこれ、沼ちゃん、なにこれ。てかどうしてみんないないの、みんな食べられちゃったの。落ち着いてください。今から。これ魚なの、鳥なの。いうことを。海のものなの、山のものなの。よく聞くんすよ。もしかしてスムージーなの。すげえイライラしてきた。私どうしたらいいの。なんか手伝うよ。じゃあ、はい。え、ドライヤー。パンダの姉さんにもらってきた。もし何かが話しかけてきたら、必ずそいつは思い出話をしてくるんで、それがいい思い出だったらやっちゃって。ドライヤーみたい。殺人獣だよ。ドライヤーだよね、まっちゃん、これドライヤーだよね。殺人獣だって。ドライヤーだよね、ドライヤーだよね、ドライヤーって言って。これドライヤーでしょ、髪乾かすやつでしょ。だって私たち女子高生だよ。女子高生が人殺すなんて映画でしか見たことないよ。昨日の
その息だよ、ルリちゃん。責任重大。てか、マッチャは私に嫌な思い出あるの？あるよ。え？いちいちうるせえから。え、ほんと？言ってね。そういう時すぐ言ってね。うん。私はね、マッチャがたまに返事しない時ショック。マジ？結構聞いてるつもりだけどな。じゃあ今度会ったら言うね。うん、よろしく。こちらこそ、末永くよろしゅう。こちらマルコ、仲間を一人救出。引き続きあっちゃんを探す。どれもこれも偽物ばかり。いつまで待たせる気だ、ハクア。ウルギノス。出来の悪いお前が後継者などおかしな話。アスタロト様と血のつながりさえなければ今ここで殺している。どいて、今は消さねばならぬものが。トカゲ石のありかを教えろ。進まない計画に苛立ち、お前を追ってアスタロト様がいらっしゃる。あの人はどこに落ちる気？お前のいるところだ。あたり一面火の海だろう。あの方の前ではあらゆる生物は死に絶える。しかし石を持てば、奴らの命だけは助けてくれると、お父上のことづてだ。あら、新しいお友達？あ、そんじゃな。ええ、またね。いろんな人に紹介してるの？あのおばはんも食ってもらえると嬉しいっぽいから。実際、美味しい。そうっしょ。あとはこれ、完成させれば。プラスチックの模型。うん、宝が見つかってさ。あなたの母親。うん。でさ、そこに子供がいて。難しくなった。複雑。そいつにやるんだ。いいと思う。そうっすよな、はっちゃんもそう思うっすよな。はっちゃん、私その呼ばれ方くすぐったい。楽っしょ、あだ名。あだ名？二つ目のっつーか、新しい名前みたいなもんすかね。うわっ！うわっ！弱すぎる。しかしこんなにも暴れ回るのは久しぶりだな。餌としていい仕事をしたな。このままお前を倒してもいいのだが、お前はアスタロトの餌だ。それまで死ぬべきではない。マルコに感謝しろ。私はお前を信用していないのだからな。駆除は任せる。お前は何をする？私は石を追う。ラブに奪われたら危険。信じてほしくば行動で示せ。必ずだ。分かっている。うわー、捕まっちゃった。早いとこ助けを呼ばないと。携帯電話も。手が縛られて届かない。大丈夫かい、マルコ、ルリ。ダムス、助けに来てくれたんだ。もちろんさ、友達だろ。さあ、ほどけた、行こう。懐かしいね。ほら、林間学校で好きな人を教え合っただろ。ああ、あったあった。あれでしょ、まっちゃんが夜寝れないから話しようって言ってきてさ。僕は川崎くんとか桐山くんが好きだったな。金子先生も好きだったよ。
誰？デスノーター、こんにちは、アンケートいいですか？絶対人間、絶対いい人、人、いい人。おじさんと一緒に、いいことしないかい？早くない？こういうのは早い方がいい。すいません、駅はどちらですか？ごめんなさい。肘上げて、指トリガーに入れて、銃の中心を感じて、はい、撃つ。うまいじゃん。そろそろ慣れてきたかも。ほら急いで。私ルリ、お蕎麦屋さんでアルバイトをしています。この子といると変なことばかり。この子といるとどこまでも行けそう。どこへ連れてってくれるんだろう。私は未来に向かって今走って走って、風を感じずにはいられません。なんか大変なことになってる。気づいていないのはこの町の人たちだけっすよ。ミュータントがいてもわからない。よく聞くんすよ、ルリちゃん。一度しか言わないから石が狙われてる。本物の金髪姉妹を探してほしい。こいつらの狙いもあの石。奪われれば何が起こるかわからない。確か石は会長先輩の家に。うん、あの二人の鍵がないと地下金庫が開かない。早く見つけないと。マルコと銀河流。ん？やっほー、お探しかい？いたー、大蔵省。持ってるよ、金庫の鍵の片方。さすがラッコ先輩、先に安心できる方が見つかった。でも待った。ん？どうしたの？確認しなきゃいけないことがある。え？何が？やだな、変だよ、まっちゃん。さすがにこうもトントン拍子に物が進むとさ、疑いたくもなるんすよね。ルリちゃん、下がって。君たち。あの、実は、私たち。どこの学校の生徒だい？こんな時間まで外にいたら危険だよ。手っ取り早くていいね。よいしょっと。よっ。静かに静かに、我慢我慢。どん。さて、改めて私のこと、お探しかな？うわー、ラッカ先輩、本物だ。みんなクリエイティブな人だったんすな。私も来年ああなってるのかな。転校する科目によっては血を見て喜んでるわけじゃなくて、血と通った人間が会えたからの喜びで。よしよし、驚かしてごめんね。1年生には早すぎたかな。かっけえすな、過激でも笑顔なのがいい。笑顔は病気か武器か分かんなくなっちゃうよね。おい、騒ぎすぎだ、怪しまれんぞ。あ、不良のサッチャ。ラッカーはすぐに見つかったからいいが。姉さんがまだなんだよね。どこ行ったんだろう。さあ、ヤンキーも確認しないと。まっちゃん、桜子先輩は本物だよ。何言だと思ってんだよ。ほーらー、嫌な記憶が蘇る。つうか、一個いいっすか？実はめっちゃ手慣れてんすか？お？なあ、これか。ごめんごめん。10年間、地元を守るために習うことはたくさんあったよ。今回のは
騙して増えるタイプだね。騙されてるのはうちの姉さんとルリちゃんくらい。生徒会の中だとそうみたいだな。ピュアな人ほど騙されやすいってのは残念だな。黒崎パイセンは？ああ、それなら今も駆除してる。13、14、15、16、17秒、爆砕。これで86体目。吹き上げる熱からの降り注ぐ火の粉はいつも煩わしい。やれやれ、愛が増えるのならばその分希望を灯しましょう。どうしたの、ロッコ。金庫の暗証番号変えようと思って。え、先週変えたのに。トカゲ石も預かってるわけだし、開けるためには鍵が2ついるでしょ。そうね、確かに。わかったわ、念には念をね。10年前、各地で子供が盗まれた。けんけんごうごうだった。怒りにあふれていた星だった。でもゆっくりと着実に愛は数を増やしていった。愛が増えると怒りが減った。北緯0度40分26.69秒、東経23度28分22.69秒。初めて静かな海に着陸した人類が今では怒りを失い、考えるのをやめ愛に委ねた。今ではもう誰も疑問に思わない。もちろん人間もいる。でもそのほとんどは愛の中にいる。だから誰も抗わない。幸せだからこの星はそれで。でも私たちは違うと思ってる。幸せだけを享受した生物にはなり果てたりしない。街の人に危害を加えずに静かに抵抗して、武器の手入れや殺人ばかり上手くなって、地元でずっと愛に抗う戦いを繰り返している。でもいっつも愛が勝っちゃうんだ。私たちは希望で、敵は愛。パンドラの箱に最後に残ったのは希望でさ、愛じゃないんだよ。でも愛はそれを憎んでる。笑っちゃう話だけど本当だよ。もし何でも願いの叶う石があったとしたら、それが竜になり損ねたトカゲの形をしていたらさ、まっちゃんは何を願う？まあ世界の破滅じゃなくてさ、満腹かな。いいね、ぶれない君が私は素敵だと思う。人殺し！みんな、女子高生が人殺しを。違いますよ、私たちはただ。まだミュータントが人に見えてんのか。大丈夫だよ、時間が経てばすぐに戻る。いつもこの繰り返しだよ。増えた愛を刈り取ってさ、一匹でも残ったらまた増えちゃうんだ。294 295 296 297、爆砕。愛は私たちを殺さない。でも愛は私たちの知っている姿になり変わる。時にそれは友達の顔をしていたり、家族の顔をしていたりする。それが厄介。間違って殺しでもしたら、地球から人間が一人減ってしまう。そうして数を増やしていく。だから間違えないように訓練がいる。この星を愛が包むが先かね。希望は虚しいだけかね。どう思うかね。里帰りしたまっちゃん。着いたよ、ここがうち。いやー、未熟な姉がごめんね。
とは私たちの鍵を2つ合わせれば。この先にトカゲ石が。姉さん。どうしたの？どちら様？単刀直入に要件だけ。目を閉じて。え？ロッコが2人？2人に見えるなら相当ピュアだね。この人は本当。どう見ても頭がカレンダーでしょ。どうしたの？急にうちに来るなんて。パーティーか何か？実はトカゲ石のことなんすけど。みんな心配性ね。ちゃんと預かってるから心配しないで。銀河に持って帰ろうかと思って。え？姉さん、ダメだよ。ミュータントの言うことなんて聞いたら。私たちさ、一緒に海行ったりクルーズしたり、海で獲れたてのお魚をシェフに焼かせて甲殻類のお味噌すすったり。いちいち思い出が鼻につくな。そうね、楽しかったわ。ラッカもまだ小さい頃滑り台で一緒に遊んで。それに引き換え、あなたは何？妹でしょ。いや、ミュータントよ。あなたは偽物。私たちには姉妹の絆があるの。カッチーン。あ、笑顔で怒ってる。仮にさ、そっちのラッカと石を取って何を願うつもりなのさ。返答次第では。こっちにおいでよ、姉さん。ほら、やっぱりあの人たちミュータントだよ。私はそんなことしないよ。そんな物騒なもの捨てなさい。私たちに石が必要な理由は。お母さんは生き返らせることはできないよ。もしその石で何かを願うことができたとしても、私たちの母親は帰ってこない。そんなことない、できるわ。さ、鍵を渡して。姉さん、カレンダーは黙ってて。分かったわ、ラッカ。どっちのラッカに言ってんの？鍵を開けましょう。やめなよ、みっともない。ユニコーン！さあ、次のミュータントはどこのドイツだい？味もしない水物だから、お腹もタプタプしてきたさ。あっちゃん、心配したぜ。やあ、マルコ。街を歩くたびに、マルコの偽物が話しかけてきて大変だったよ。待って、ちゃんと確認して。本当にあれは、まっちゃんの知ってるあっちゃんなの？あっちゃん、目を閉じて。ん？ああ。姉さん、目を覚まして。あれ、変な頭痛が。どっちがどっちか分からなくなってきたわ。私だよ、姉さん。ほら、お母さんを生き返らそう。あの石さえあればそれが叶うよ。だから無理だってば。やめた方がいい。どうして？
死んだままにする方が冷たいじゃない。誰かを生き返らせたいというのはね、銀河を混沌で包みたいということと同じなのさ。もっと言えば銀河が滅んでもいいということなんだ。誰かを思う気持ちは、度が過ぎた時に初めて誰かを滅ぼしたいという気持ちと質量が同じになる。姉さん、もしできたらさ、姉さんが生き返らせたいっていうその気持ちに、私は涙を流して賛同したいところだよ。でもさ、知ってるでしょ？私は泣くことができないんだ。悲しむこともできない。楽しいなーって思うことはできるんだけどね。喜怒哀楽、ちゃんと4色持ってる人が羨ましいよ。私にはどうやっても世界が1色にしか見えない。だから線の上げ下げとか0か1かとか白か黒かとかしか分かんなくて、習慣がね、わからないんだ。だから姉さんのこと羨ましいよ。だから姉さん、目を閉じて。ダメだよ、開けて姉さん。閉じて姉さん、開けて姉さん。閉じて姉さん、開けて姉さん。開けて姉さん、開けて姉さん、開けて姉さん。開けて姉さん、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 開けて姉さん。あ、こら、やめなさい。目の体操させないで。一瞬でいいんだよ。一瞬の瞬きで君には何が見える？閉じて姉さん。姉さん、足むくみすぎ。ちょっとくらい片付けなよ。だから言ったのに。それ騙されすぎだよ。絶対無駄。あ、それ意味ないよ。いや、私言ったよ。ね、行かない。ねえ、豚足って知ってる？姉さん、豚足って知ってる？姉さん、豚足って。あの日、母の誕生日に何を買うか喧嘩になって、超高いものがいいって言ったら、私あなたに突き落とされて。謝らないよ。私は後日ターザンロープで姉さんに蹴り入れられたから。さ、本当の私はどっちでしょう？でりゃー、あの時の恨み。あ、こっちじゃない。あんた、ほんと、コップみじんにする。よかったね、思い出して。え、うわ、なにこのカレンダー。まあいいや、石なんてなくてもさ、愛は増えるよ。たとえ一人になっても、また増えればいいだけだもの。マルコ、あっちゃん、ここは僕に任せてくれ。一人残らず食べてあげるよ。歯ももう大丈夫さ。ガオー。わかった。さーて、愛を捕まえに行くかね。あら、非常食、ボジ、最後の一匹だ。ん？君は
思い出したぞ。貴様、ここで会ったが100年目。おかげ石をいただく。あれは？おいでなすった。ようやく見つけたぞ。食事の邪魔をするなんてマナーがなってないね。アスタロト様に忠誠を誓え。そうすれば命だけは助けてやる。やれやれ、君たちはそれしか言わないな。逆らえば血の花火を見ることになるぞ。やってみるといい。竜が怒ると怖いよ。言ったな、者ども、かかれ。あー、こらこら、えっよっえっよっ、あっつらい、えっあっもらった、えっあっもらった。頑張って、その調子よ。あっちゃんファイト。もらった、あら、こんにちは。どうも。みんなどこ行ったのかしらね。今日もパートっすか。ええ、人手が足りなくてね。それでも仕事は続けないとだし、みんなあなたたちみたいに元気に食べてくれればいいんだけどね。そしたら将来今よりももっと元気で大きな町になるかもしれないわ。あの、これ息子がいるって言うから。プラモデル？ありがとう。きっと喜ぶと思うわ。その、聞いてなかったと思って。あなたの名前。私？恩田です。恩田光子。うん、自分、その、あなたのことを探しに遠い星から。マルコ、ほら、いつまで寝てるの。おかんみたいに上手になる。なれるかしら。
私の娘ね。美味しいご飯できたわよ。ほら、マルコの好きなチンジャオロース。ピアノはもうお母さんより上手だから体力つけないとね。うん。料理はお母さんの方が上手だしね。じゃあ料理も頑張る。そしたらマルコ最強になっちゃうじゃない。マルコ、勉強は楽しい？袋は別にする？マルコ、あなたにとって愛って何？あなたは見つけた？この星で愛を。泣かないで。もし偽物だったとしてもさ、僕が本物に変えてあげるよ。僕が本物に。君は迷惑だと思うかな？それとも君はいつものように犬のように尖った歯を見せて冗談でしょって笑うかな？パーって光って笑うかな？これは愉快だね。君たちにはよっぽど隣の銀河が青く見えたかい。あ、ちゃんと金払ったか？もち、やっぱうめんすよこのコロッケ。で、どんな顔してた？最後の一匹は。うん、あいっつーのはずるいよな。いざって時に母親の顔をする。とっくにさ、どこにもさいなかったんすよ。なのにさ、探しちまった。もしかしたらって思って。情けねえなあ。なあ、愛はなかったんかな？親からの愛、子供からの愛、好いた人への愛、友達からの愛。愛を得た先には何があるのか。銀河の広がり、その先を誰もが知らないように。愛を得た先を誰も知らない。愛を得た先には何があるのか。愛なんて形のないものだってどんな生物も言うけどさ、私はまだそうは思えないんすよ。そこには揺るぎない形があるはずで、この空の星のように色や明るさは違っても存在するんなら形はあるはずなんすよ。もしそれを見つけられなくてさ、手に入れることができないって言うんならさ、資格がないってか。宝を得る資格が、そいつを得る資格が私にはないってか。うるせえな。ちょっと待ってろ。ほら、これ渡す相手が違うだろ。信じろ、どこかに宝はあるって。信じたら
この星ごと滅んじまわねえかな。それでもだよ、お前が探してんのは愛なのかよ。はい、次マルコの番だよ。僕がキャッチャーをするから。敵チームだね。よし、打ったるぞ。なあ、あっちゃん、バッターボックスで言うことじゃないかもしれないけどさ、宝の地図も揃ったしさ。え、うっとーいも。あっちゃん、銀河に帰ろっか。え、どうしたんだい急に。宝物は見れたし、あとは満足かなって思うんすよね。自分の目で見なくていいのかい。それは大切な地図だろ。ピタ、デッドボール。失塁しろ。じゃあ自分一塁に向かいます。そうか、もう見てきたんだね。え、ご、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 いいのかい。マルコ、怖いのかい。話をするのが、その宝について知るのが。見たっしょ写真。正直に言えんかった。何回も食ったのに、何が真実かもわからんのに。正直ってなんだって話だけど、母親を知らない方がさ、どこからが母親かわからないしさ。だからいろんな人を親と思えるんじゃないかって。それってお得じゃね。大丈夫だよマルコ、頑張ろう。もしさ、もう一回会った時、なんつったらいいかな。お母さんっていいんじゃないかな。お母さんでいいんじゃねえの。お母さんっていいと思うよ。ブヒ、覚えてなかったら。もし私のこと知らなかったらさ、私も覚えてなかったわけだし、それで向こうも覚えてなかったらさ、それって他人じゃないすか。もし他人だったら、私はどこから生まれたんすかね。心配いらない。その時は僕がなってあげるよ、君の母親に。あっちゃんは、ね、非常食ブヒ。そいつは面白い冗談っすな。お前が探してんのは愛なのかよ。愛を探しに来たのかよ。違うな、私が探してんのはこの世でたった一つの、銀河で唯一の。どこぞのミュータントが支配しかけていたようだが、間に合ったようだな。さて、石はどうした。ここに渡せ。はっちゃん、へえ、裏切りか。勘違いしないでほしい。私は私のやり方で動くと言った。ハクは、よくやった。心なきことをお前は自身の行動で示した。私の後継者としてふさわしい。マルコ、おめでとう。宝を見つけられて。でもね、あなたが見つけた宝の地図、私はそれを見て虫図が走った。ひどく悪感がした。あなたに愛してると言えないあの口は無意味。あなたの声を聞けないあの耳も無意味。あなたが映らないなら、あの瞳もまた無意味。この銀河に意味などない。二度と言うな。親に死んでほしいと思ってる。そんなこと平気で言うようなあんたには分かんないっすよ。やっぱりあなたは信じているんだね。プラスチックの模型でしか愛を表現できない。なぜ直接言わないの。母親自身にプレゼントしないの。なぜその子供にあげるの。そんなの決まってんでしょうが。大切な人が、愛してる人だからでしょうが。くだらない。ラブを殺めた人が何を言うかと思えば、
親が子供を愛すとあなたは信じている。所詮自己満足だよ。愛を宝と形容しないで。愛などまやかし、親子などまやかし、そこには何もないのだから。思い出してもらえなくてもいい、振り向いてもらえなくてもいい。私が探したかったのはあの人がこの銀河で唯一だからなんだ。くだらん小娘よ。生けるものには子孫繁栄という前提がある。すべてのメスはより良い DNA を持つオスと結ばれる戦略を立てていく。そこに感情は必要ない。この銀河は無駄が多すぎる。我々が作り変えるのだ。頼んでねえんだってそんなこと。ほう、ネズミがいるな。逃げろマルコ。小賢しい。ダメ、サクラ。てめえ。父上、石を渡せば殺さないと。どうした、お前はもう心なき者のはず。はい。そうか、殴りたいのか。惑星ガルの生き残りもお前はすぐに殺さず殴りたがったな。しかしどういうわけか逃がした。二度としくじらぬよう手本を見せてやる。父上。安心しろ、殺しはしない。ふん、この腕が我々の計画を妨げたのだ。覚えておけ、貴様は悪党だ。この腕でいくつ盗んだ、いくつの悪事を重ねた。そんなものが愛されるはずなどない。魂が悪党である限り、この体についているものは悪党の頭、悪党の足、悪党の腹、そして悪党の腕だ。マルコ。腹を空かせた竜にでも食ってもらうといい。行くぞ、アクア。石は手に入れた。手始めに、この星を滅ぼすとしよう。ブイ、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 ブイ。非常食さ。オッケー。これ、赤くね。ブイ。人間なんだな。ほっとしたけど、やっぱ痛えわ。初めて誰かをいじめた。こんな気持ちになるなんて。マルコ、あなたは私の。お前を惑わす者は友ではない、異教徒だ。悲しむ必要はない。この銀河は新しく生まれ変わる。あの子の腕は悪党かもしれないけれど、あれは所詮盗っ人の腕だろ。悪に染まった腕だ。母親に聞かせてあげるための腕だった。ハクア、お前は憎まれるだろう。あの小娘に憎まれるだろう。お前に手を貸した者たちに憎まれるだろう。しかしその憎しみはお前の力となる。憎まれ、追い詰められ、心を漆黒に染め上げた時、初めてお前は頂に立つ。銀河はすべて黒金。ハクア、お前は私の娘だ。それを忘れるな。あの星は用済みだ。砕け。承知しました。
ピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。わー、うまそう。マルコ、マルコのじゃないよ。あら、私に？ありがとう。めでたい日だな。よかったよかった、親子で出会えて。いいのかしら、こんなに祝ってもらって。うん、今日はな。そう、いっぱいお金を貯めてさ、僕らで用意したのさ。おめでとう、おかん。ありがとう、マルコ。これだ、これこそ私の求めていたもの。血液まだか。僕のを使ってくれ。無理だ、生き物としてちげえだろ。私のは型がちげえ。使いな。合ってんのかだけ調べさせてもらう。問題ねえはずだ、同じ股から生まれてんだからよ。やっぱり君は。あの、まっちゃん大丈夫なんですか？命はある、だが眠りが深い。このまま戻ってこないこともある。今晩が峠だ。